ウィンダミア教夫人の扇は、オスカー・ワイルドによって書かれた四幕構成の喜劇である。1892年2月20日土曜日に、ロンドンのセント・ジェームズ劇場にて初演された。この物語は、夫が他の女性と不倫をしているのではないかと疑っている、レディ・ウィンダミアを中心にしている。レディ・ウィンダミアはこのことについて、夫と対決し、夫は否定するが、 妻の誕生日の舞踏会に不倫相手だと疑われている女性、アーリン夫人を招待しようとする。夫が不実だと考え怒ったレディ・ウィン・ダミアは他の恋人を作って夫の元を去ることに決める。何が起こったか知ったアーリン夫人はレディ・ウィン・ダミアを追いかけて夫の元に戻るよう説得するが、このせいでアーリン夫人は自分の名誉に関わるような状況に追い込まれてしまう。 実は、アーリン夫人は、芝居開始時点より20年前に家族を捨てた、レディウィン・ダミアの母であった。アーリン夫人は、自分の身と評判を犠牲にして、娘の結婚を救った。1891年の夏までに、ワイルドはすでに散策儀曲を書いていた。ベラと、パドバの公爵夫人はほとんどうまくいかず、サロメは、検閲にあった。これに動じることなく、 ワイルドはまた芝居を書くことにしたが、悲劇ではなく、喜劇にすることにした。イングランドの湖水地方に行き、そこで友人のところに滞在した後に、ロバート・ロスと会った。芝居に登場する人物の多くの名前は、北部イングランドの地名から取られたと考えられる。ウィンダミア教夫人は、ウィンダミア公予び近くの町ウィンダミアから、ベリック公爵夫人、ベリックアポンツイード、ダーリントン卿は、 ダーリントンから取られている。ワイルドはセントジェームズ劇場の役者でマネージャーであったサー、ジョージ・アレクサンダーに促されてこの芝居を書き始めた。10月には執筆が終わった。アレクサンダーは芝居を機に入り、全金1000ポンドの支払いを申し出た。ワイルドはアレクサンダーの自信に感じ入り、全金の代わりに収益から一部の割合をもらう方を選んだ。これによりワイルドは 最初の年だけで7000ポンドを稼ぎ出すことになった。アレクサンダーは細かいことに気を配るマネージャーで、ワイルドとアレクサンダーはヘトヘトになるまで芝居の改訂とリハーサルを行った。二人とも自分の芸術について強い考えを持っている才能ある芸術家であった。例えばワイルドはリアリズムよりも美的な細部に注意を向けることを重視していた。 ワイルドはアレクサンダーが提案した舞台を広く使う動きに対して反対し、実生活では細部なんで大事じゃないけど、芸術では不可欠だよと返したという。これは開幕の夜の後まで続き、アレクサンダーや他の友人たちの提案に従って、ワイルドはアーリン夫人とウィンダミア教夫人の関係を終幕まで秘密にしておくのではなく、芝居を通してだんだんと開示していくように変更した。 このような芸術的な際にもかかわらず、ワイルドもアレクサンダーもプロであり、共同は実りのあるものとなった。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のウィリアム・アンドルーズ・クラーク記念図書館はこの芝居の現存する趣向を所蔵している。この劇はロンドンにあるウィンダミア教邸宅の今から始まる。ウィンダミア教夫人は青年を迎える自分の誕生日の舞踏会を準備していた。 そこへお茶の時間に友人のダーリントン教が訪れる。彼女は夫からもらった新しい容疑を見せる。彼女は心境とで何が社会に好ましいのか非常に特別な考えを持っていると明かしながらダーリントン教が自分を褒め続けてお世辞を言うことに戸惑っていると説明する。ベリック公爵夫人がウィンダミア教夫人のもとに立ち寄り、ダーリントン教は 間もなく立ち去るベリック公爵夫人は、ウィンダミア教夫人の夫である、ウィンダミア教が、アーリン夫人という他の女性の元を何度も訪ねており、彼がウィンダミア教夫人を裏切るかもしれないことに加え、アーリン夫人に大金をあげているかもしれないことを伝えた。すでにかなり長い間ロンドンの社交界の中で噂として広まっていたが、 ウィンダミア教夫人はこれらの噂を初めて耳にしたようであった。公爵夫人が立った後、ウィンダミア教夫人は夫の預金通帳を確認しようとする。机の中に通帳を見つけるが、そこにはおかしいところは見られなかった。しかし戻る際に封がされた別の通帳を見つける。彼女はこれをこじ開け、多額の金がアーリン夫人に送金された記録があることを見つける。 ちょうどその時、ウィンダミア卿が入ってきて、彼女は彼と対決する。ウィンダミア卿は、アーリン夫人と取引をしたことは否定できないが、妻を裏切るようなことはしていないと主張する。彼は、アーリン夫人を社交界に復帰できるよう助けるため、今晩の舞踏会の招待状を彼女に送るよう、ウィンダミア卿夫人に求める。ウィンダミア卿夫人がこれを拒んだため、彼は、 自分自身で招待状を書く。ウィンダミア教夫人はもし、アーリン夫人が現れたら、騒ぎを起こすと、彼女の意思を示すが、ウィンダミア教はそうしないことが最も彼女にとって良い、ことであると答える。ウィンダミア教夫人は、うんざりして、舞踏会の準備のために立ち去る。この時に、ウィンダミア教の独白が始まり、妻が恥ずかしめを受けないために、 アーリン夫人の本当の正体を隠していることが明らかにされる。第二幕は、ウィンダミア教夫人の誕生日の舞踏会が行われている、ウィンダミア教邸宅の客間にて始まる。様々な招待客が来て、世間話をしている中で、ウィンダミア教も登場する。彼は、ウィンダミア教夫人に話しかけるが、彼女は彼を無視する。ウィンダミア教夫人の友人である。 オーガスタス・ロートン教は、惚れているアーリン夫人について尋ねるために、ウィンダミア教を脇へ連れて行く。そこで、ウィンダミア教は、彼女との関係に何もやましいことはないことと、アーリン夫人が、この舞踏会に出席するであろうことを明らかにする。オーガスタス・ロートン教は、アーリン夫人の社会的地位について心配していたために、これを聞いて、非常に安心する。 ウィンダミア教夫人との仲直りに失敗した後、ウィンダミア教は真実を彼女に伝えようとするが、ちょうどその時にアーリン夫人がやってくる。ウィンダミア教夫人は、アーリン夫人に対してよそよそしく挨拶をし、彼の計画は台無しとなる。一方、ウィンダミア教夫人は、ダーリントン教と二人だけで、アーリン夫人の出席について話し合う。ウィンダミア教夫人は怒っていたが、 同時に混乱もしており、ダーリントン教に友人になってくれないかと頼む。友情よりも彼は彼女の現在の悲劇的な状況につけ込み、命も捧げるから、僕との新しい生活のため少しの間社会的屈辱を受ける危険を犯そうと彼女に愛の告白をする。ダーリントン卿は彼女がまだ驚きを隠せない状態であるにもかかわらず、最後通帳を彼女に突きつけ、 説得して、すぐに行動に移すよう求める。ウィンダミア教夫人は、思いもよらぬ告白に衝撃を受ける。彼女には、彼の要求を受け入れるほどの覚悟はなかった。ためダーリントン教は深く傷つき、あそここを離れるから私たちはもう二度と会うことは、ないだろうと告げ、彼女のもとを立ち去る。招待客が帰り始め、ウィンダミア教夫人へ別れを述べる中で、何人かは、 アーリン夫人をよく言う者も,もいる。一方、他の部屋では、アーリン夫人が、ウィンダミア教と彼女の計画について話し合っている。その計画では、彼女は、オーガスタス教と結婚するつもりで、それだけではなく、ウィンダミア教にいくらか、金を要求しようという魂胆だった。その後、ウィンダミア教夫人は、はじめは、気が進まなかったにもかかわらず、ダーリントン教のために、 今すぐに家を出ようと決意し、その胸をウィンダミア教に向けて手紙に書き残す。この手紙をアーリン夫人が見つけて、ウィンダミア教夫人が言ってしまったことを知り、彼女は不思議なほどに心配をする。手紙を読んでいるうちに、短い独白によって彼女が、実はウィンダミア教夫人の母親であり、20年前に彼女自身も似たような過ちを犯したことが明らかになる。 彼女は手紙を持ち、ウィンダミア教夫人を探すために出ていく。ウィンダミア教夫人は一人で、ダーリントン教の部屋にいる。彼女は自分が正しい決断をしたのか確信が持てず、結局は夫の元に戻ろうと思っている。しかし、ここでアーリン夫人が登場する。アーリン夫人は夫の元に戻るよう懸命に説得するが、ウィンダミア教夫人はこれも、 アーリン夫人とウィンダミア教の何らかの陰謀だろうと確信し聞く耳を持たない。しかし最終的にアーリン夫人がウィンダミア教夫人の小さな子供のためにも戻ってほしいと懇願したことで彼女の抵抗を打ち破り説得に成功する。彼女たちがダーリントン教の部屋を出ようとしたその時ダーリントン教とその友人らが入ってくる音が聞こえとっさに二人は身を隠す。 ウィンダミア卿とオーガスタス卿を含めた男性たちは、ジェントルマンズクラブを閉店時間に追い出され、女性、主にアーリン夫人について話している。そのうちの一人がテーブルに置かれた奥義に気づき、ダーリントン卿のもとに今現在、女性が来ているのではないかと思う。ウィンダミア卿は立ち上がった時、奥義に注意を促されたことで、すぐに妻のものであることに気がつく。 ウィンダミア教はダーリントン教に彼女が隠れているなら教えるよう求めるが彼女が自分の元に来てくれたと確信したダーリントン教はそれを拒む。ウィンダミア教が夫人たちの隠れている場所を発見しようとしていたその瞬間、アーリン夫人がウィンダミア教夫人の身代わりとなって姿を現す。その場にいた男性たちは皆衝撃を受け、その間に ウィンダミア教夫人は気づかれることなくそっと立ち去る。翌日、ウィンダミア教夫人は今のソファーに横たわりながら、夫のウィンダミア教に実際に起こったことを話そうか、それともアーリン夫人によって、昨夜の彼女の秘密がすでに夫に知られてしまっているのだろうかと不安に感じている。そこに、ウィンダミア教が登場する。 彼は彼女をいたわり、最近の出来事を忘れるために休暇を取ろうか話し合う。ウィンダミア教夫人は彼を疑っていたことや、舞踏会での振る舞いを誤り、ウィンダミア教は、アーリン夫人とは関わらないよう彼女に警告し、アーリン夫人への新たな軽蔑の言葉をはっきり述べる。アーリン夫人が、ウィンダミア教夫人の扇を返すためにやってくる。 ウィンダミア教は会わないよう求めるが、ウィンダミア教夫人は、アーリン夫人と会うのをやめようとはしない。アーリン夫人は入ってくると、自分は海外に行くのだが、ウィンダミア教夫人と彼女の子供の写真が欲しいと伝える。ウィンダミア夫人が写真を探すために離れている間、この物語が明らかになる。アーリン夫人は、ウィンダミア教夫人を生んだ少し後に、 愛人のもとへ行くため夫のもとを去るが、後に愛人に捨てられ、悪評のうちに一人にされてしまった。彼女は、アーリン夫人という偽名を使うようになった。そして最近元の生活と地位を取り戻すために、ウィンダミア教夫人が亡くなったと思っていた母親が、実は生きており、アーリン夫人こそが、ウィンダミア教夫人の恥ずべき親であるという真実を世間にばらすと、 ウィンダミア教を脅し始めていた。義理の息子であるウィンダミア教はすぐにこれらの出来事を妻に伝えなかったことを公開し、今すぐ妻に真実を伝えようとする。しかし、アーリン夫人はそれを許さず、もし話したら本当のことをあちこちに言いふらすと脅した。ウィンダミア教夫人は写真を持って戻ると、ウィンダミア教にアーリン夫人の馬車が戻っているか確認するよう頼む。 ウィンダミア教夫人とアーリン夫人だけになる。ウィンダミア教夫人は、アーリン夫人に対して恩義があるため、アーリン夫人はその恩ゆえに、昨晩の出来事を、ウィンダミア教には話さないでほしいと求める。ウィンダミア教夫人はこれに従い、秘密を守ると誓う。ウィンダミア教が戻った後、オーガスタス教が登場する。オーガスタス教は、昨晩の出来事の後、アーリン夫人を見て、 驚きを隠せずにいたが、彼女に車までの付き添いを頼まれる。彼はすぐに、ウィンダミア教の元へ戻り、アーリン夫人が、昨晩のことを満足のいくようにすべて説明してくれて、彼女と結婚し、イギリスから離れたところで暮らすと告げる。ウィンダミア教とウィンダミア教夫人の結婚生活は、元に戻ったが、ウィンダミア教も、ウィンダミア教夫人も互いの秘密は守り続けた。 セントジェームズ劇場での初演では、マリオン・テリーがアーリン夫人を、ウィニフレット・エメリーがウィンダミア教夫人を演じた。初演の最後に、ワイルドは悪名高いスピーチを行った。作者を。という声に応えて、ワイルドは第三幕の後にカーテンの前に姿を現し、役者の演技を褒め、あなた方の演技のおかげで、私自身とほとんど、 同じくらいあなた方がこの芝居を高く評価されていると思えるようになりましたよと人を送ったスピーチをした。ブロードウェイでの初演は1893年2月5日にパーマーズ劇場で行われた。この上演では後に舞台と映画両方で活躍する女優のジュリア・アーサーがウィンダミア教婦人を演じデビュー作となった。セント・ジェームズ劇場での上演により ワイルドはファッショナブルなアッパーミドルクラスの観客を対象とし、グロブナスクエアやカーゾンストリート、公園などアッパーミドルの世界の地理を正確にマッピングした。ピーター・ラビーはウィンダミア教婦人の奥義をワイルドの劇作技術が最も成功した良い例であると強調している。研究者のポール・フォートネートはオスカー・ワイルドをモダニストと考え、ワイルドは 自らのモダンな美学をマスカルチャーの領域に入り込むのに用いていたと主張する。ワイルドの劇作家としての大変な人気はウィンダミア教夫人の奥義の上演から始まっており、その凝った態度と個人的な美学が著作に反映されている。フォートネートはワイルドの美学の様々な面を丁寧に読み解いている。フォートネートによるとワイルドの美学は表層に乗って 歪みを加えるものであり、正当的な事故という概念を拒み、女性の有意義主義者、流行の先端を行く女性を中心にしている。ホートネートが言うように、ウィンダミア教婦人の奥義の著述を通して、ワイルドをモダニストとして理解することにより、マスカルチャーと上流社会の不均衡がわかるようになる。ワイルドは、流行やエリート社会などを描く。 装飾的な表層のもとにこのモダニズムの美学理論を持ち込むことにより、この二つの間の橋渡しをした。この擬曲の場面をつなぐ扇は、伝統的な慎み深さを象徴すると同時に、真に現代的な不定の潮流をも示している。イギリス映画、ウィンダミア教夫人の扇の広告、1919年のアメリカ公開に際して出されたもの、ムービングピクチャーワールド、 1919年6月7日、P1422。この儀曲に基づいて、多数の映画やテレビ版、ミュージカルなどが作られている。ありがとうございます。